神話衣駅からこんにちは。今回は愛館に乗って、隣の新豊田まで行きます。さあ、列車がやってきましたが、あれ？いつもなら、お隣に来てる車両が来ますが、これは、JR の車両ですね。なぜあなたがここに？この日は7月31日、世間では大晦日と呼ばれており、トヨタでは花火大会があるようです。その花火大会はかなりの人気で、見に来る人が多数います。そのため、輸送力増強として愛館では、全列車4両編成にして、さらに、JR から車両を借りてまで運行しています。ちなみに、名鉄でも輸送力が増強されており、同じく全列車4両編成にして、本線の車両を使用してまで運行してます。この日は、あのラッピング電車までも、三河線にやってきました。それでは車内紹介へ、と言いたいが、あの解説してた人誰だよ。車内はロングシートです。ちなみにこの車両にはトイレがついており、中は和式で、青い水が流れてき。そして列車は神話衣を発車。ここで飛行、喋ることがなくなりました。せっかくなので、ここで今回のレアポイントを解説しましょう。今回は愛館に211系が来てますが、愛館に来ることは珍しくありません。平日なら瀬戸口までなら必ず来ます。しかし本日はこの瀬戸口を越えて豊田や岡崎まで来ました。さらに中央線では8両編成に統一されてるので4両単独では見れません。しかし本日は4両単独での運転となってます。絶対今言うべきことではないですが、言います。どうもうつ主です。そして今回の下車駅である新豊田に到着します。本日は珍しく肉声放送でしたね。まあこの列車に自動放送装置はないので当然なのですが、さすが本日の主役駅、駅員さんがかなり配置されてますね。急に映像が変わりましたが、本日も雑学コーナーでございます。ゲストはクーポン店からお越しの編集者 P さんです。本日はよろしくお願いします。それでは早速雑学を。愛館2000系、こんな見た目だが、JR 線を自力で走れるのはたった3編成のみ。はい、ということで、20編成中、たった3編成しか JR 線は走れません。理由は ATS という安全装置の違いです。JR 線を自力で走るには、それ専用の安全装置が必要です。ちなみに大きな検査の時には、自力で走れない車両も走る必要があります。その時は、この安全装置をつけてる車両に挟んで、JR 線を走ります。いかがでしょうか、P さん。カメラの充電がやばいんで、そろそろ終わらせてください。あ、わかりました、という。あ、切れた。ちょっと待って、あと5秒。よし、5秒稼げた。ここで対向の列車が来ましたね。愛館では一部線区が単線なので、列車の行き違いをします。扉が閉まり、間もなく列車は構造時に向けて発車します。それでは列車に向けて、せーの。211系、今日までありがとう。車両が消えても、皆さんの心の中では、あと3年走ります。